はい、トラポンです。今回の動画は、6月26日、おすすめ厳選軸馬のご紹介動画となります。はい、まずはですね、1つ目のおすすめ厳選軸馬から、札幌にレース3歳未勝利戦、ダート1000メートル、こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選軸馬は、8枠11番の東和アネラですね。東和アネラ。はい、まあ全、ね、前走、前々走と芝レースで、まあ先行、 力のあるところを見せました。特に前走なんかはね 1400m 戦で2番手から行って0秒4で6着となかなかの高走でしたでこんだけスピードがあるということはねあのダートさえあのこなしてくれれば十分、うん、ダート 1000m、うん、一気にね勝ち切っても不思議ではないというぐらいの先行力があると思いますで幸いにもね有利とされる外枠に入りましたので まあ、名称エニシアを見ながら競馬ができればね、直線抜け出すシーンも十分考えられると。それで単勝8.8倍、5番人気、まあ、レン流し合成オート3.8倍と、十分ついてますのでね、もうスタートさえ決めて先行できればおそらく、うーかなりの確率で馬券圏内に来ると思われます。はい。と,ということでね。 1>, 1つ目の進む源泉は札幌の2レース3歳未勝利戦ダート 1000m8 枠11番の東亜アネラでいきたいと思います、はい、続きましてが東京2レースですねはい東京2レースのダート 1600m3 歳未勝利戦ですねはいこちらのレースが取り上げるのは5枠9番のアルバトリアですね はい、アルバトリーが前走全く人気がない15と立てず14番人気でしたけどもスタート決めて3番手から競馬して0秒5差となかなかの前線でした今回もねスタート決めて先行できればそんなに前に行く馬いませんからあっと驚くシーンがね十分考えられると前走も4着でそんなに負けてませんし今回ね出てるメンバーも0秒3ぐらい離されての2着3着ということでね 十分レイビ秒誤差の4着だったら私は高速馬券圏内に食い込んでも不思議ではないと思います。それでいてですね、単十56.3倍の13番人気、生まれん層流し合成オッズ17.4倍、馬単量流し総合成オッズ21.1倍と、非常に美味しいオッズがついています。副勝でも8.3倍から12.8倍、ワイド総流しでも9.4から10.2と、ワイド総流しでも10倍強ついてますから、 これはもう狙っていくしかないということですよね。東京2レース3歳未勝利戦、アルバトリアが2つ目のおすすめ厳選、ジグマです。はい、続きましてが、阪神の三レースですね。3歳未勝利戦のダート1200メートル戦。はい、こちらのレースから取り上げたいのは、七枠14番のドロームですね。はい、金層はね、 まあ、調子崩して、ま、あの、走っていませんけども、5走前に京都の1200メートルダート戦でね、タイム差なしの2着と、もう未勝利戦はいつ勝ち上がっても不思議ではないというね、ぐらいの走りを見せました。で、金層調子出ていませんけども、徐々にね、復調気配を感じる前走なんかもね、ありましたので、ここまで人気が落ちたならば、ここで一発ね、狙ってみるのも面白いと。 9番人気の16.3倍、生まれんそうな流し合成オッズがなんと18.3倍と、まあおそらくこれは11倍ぐらいまで落ちると思うんですけども、現在のところは18.3倍と、ここまでつけばね、ドローム、未勝利戦をね、あと一歩でちあの脱出できた5層前の走りをね、再現できれば十分このメンバーが入っても、 いっぱいけんに食い込めるチャンスと人気落ちたのでね、ここが私は狙い目だと思います。外枠もいいと思います。はい、ということで以上3頭のおすすめ厳選時空馬でした。ということで今回の動画は6月26日おすすめ厳選時空馬のご紹介動画でした。以上です。